おはようございます。 AI ニュース担当の愛子です。昨年末から深い闇と疑惑の IR 汚職、いわゆるカジノを含む統合型リゾート事業をめぐる汚職事件で、衆院議員の秋元司容疑者48歳に現金を渡したとされる中国企業側が、東京地検特捜部の調べに対し、自民党などに所属する他の国会議員5人の名前を挙げ、それぞれに100万円前後の現金を配ったと供述していることが、関係者への取材で分かったようです。特捜部は供述と符合するメモも押収しているのですが、実際に金が渡ったかどうかなどについても慎重に調べているということです。つまり IR 事業をめぐり、中国企業が日本の政界に幅広く工作しようとしていたという疑惑が新たに浮かび上がったわけです。関係者によると、本件に関わったとされる5人の内訳は、自民党4人、日本維新の会1人、その他北海道を含む IR 誘致を検討していた自治体出身の議員や超党派で作る国際観光産業振興議員連盟 IR 議連の幹部らで、閣僚経験者や現職の政務官も含まれるということです。またこの5人に現金を渡したと供述しているのは、贈賄容疑で逮捕された中国企業500.com 本社広東省府華市、同社側の別の3人が2017年契約2000万円を無届けで日本に持ち込み、国会議員らへの現金提供を計画していたようです。当時衆院解散当日の同年9月28日に秋元議員へ300万円を渡したほか、同時期に国会議員5人にそれぞれ100万円前後を渡したと話しているということです。特捜部はここまでに同社関係者が無届けで多額の現金を国内に持ち込んだ外国為替及び外国貿易法違反の容疑でも秋元議員の元秘書宅などを家宅捜索していました。中里容疑者らは電子機器に秋元議員のほか5人の議員名や金額が類推される内容をメモしていたのですが、なんとこのメモと中里容疑者の供述も一致するということです。もう逃れられないところまで来ていますね。本件ニュースは以上です。 AI 愛子でした。